はい、おはようございます。コアです。本日台湾2日目ですね。昨日はシーフェンのピンクシースカイランタンフェスティバルというところに行って、空を飛んでる台湾を空を飛んでるランタンを見ました。結構幻想的な眺めでね、遠かったんですけど行く価値はあったかなと思います。で、今日は今もう10時半ぐらいなんですけど、台中の方にね、新幹線を使って行って観光地をちょっと巡っていきたいかなと思います。で、途中台中に着いたら昼ご飯を食べていろいろ観光していきたいと思います。では行ってきます。はい、というわけで出発です。とりあえずね、台北のメインステーションに新幹線が出てる駅に向かいたいと思います。ちなみに今日の天気は昨日と同じぐらいの曇りです。寒さはそんなにないですね。日本より暖かい感じです。で、今泊まってるところがゾンシャン中山と書いてゾンシャンの近くですね。なんか落ち着いてて個人的には好きですけど。というわけでゾンシャンステーションです。ここから入ってくよ。新シャン台北メインステーションの方に向かいます。ハイスピードレールって書いてあるからこっちかな。これでチケットメンディングマシン、なんとなくね、英語で片道のチケットを買いました。で、まあ700台湾ドルぐらいだったんで、まあ2000円ぐらいですかね。 Apple Pay も使えたんでピピッとやってしまいました。11時31分発12時18分着ですね。1番の 13A みたいです。本当はお腹減ったんでなんか買いたいですけど、なんか別に販売はしてなさそうですね、ここでは。まあ日本の新幹線とあんまり変わんないですね。というわけで台中に到着しました。新幹線は結構快適でしたね。とりあえず腹減ったんでご飯を食べたいと思います。一旦ね、調べたところが結構遠かったんで、駅の中でご飯があるか調べてみたいと思います。なんかいろいろ探したんですけど、なんか思い当たるのがなかったんでスタバにしました。で、スタバで軽く食べて、街中に行ってね、がっつり食べたいと思います。トーストチキンサンドイッチとホワイトモカです。いつものやつって感じですね。もはや一旦ねスタバで腹を満たしました。ここからレインボーブリッジって言って、あのテレビでも多分何回か見たことある人はいると思う、虹の村に行って写真を撮りたいと思います。レインボービリッジ虹の村、84歳の時におじいちゃんが、その辺のおじいちゃんがなんですけど、絵を描き始めたっていう村があるので、その辺に行ってみたいとは思います。台湾の高速鉄道から190台湾ドルで600円ぐらいですかね。じゃあ人いて写真撮るとかいうレベルじゃないレベルに人がいるみたいな。ここから入るんですけど、ただの観光地すぎて一人で描いたと思うなら結構すごいですけど、なんかでもまあ商売しちゃってるしな。この人が描いたみたいです。まあ、そんなに広いところでもなくて、歩いて早歩きだったら5分ぐらいで終わっちゃうところなんですけど、なかなか珍しい光景だったんで面白いっちゃ面白かったです。ここからちょっとね、街中の方に移動して火鍋を食べたいと思います。結構あったかくなってきて暑いぐらいです。行くところはですね、一中外商圏、学校や塾とかが周りに多くて若者が多いところですね。そこで火鍋を食べて、そこから何するんだ、まあ、ちょっと楽しみたいと思います。よくわかりませんが、この辺に言われてこの辺に降ろされました。なんだ、学生とかが多いのかな。歩行者天国みたいになってますね。ご飯を食べたいんだが人多いな。丸亀そうめんの向かい側、イゴイマ、あ、イゴイマ、いや、ほんでいっしゃお全然英語喋ってくんねえな。イングリッシュ、イングリッシュ、いや、Google マップで星が 4.5 ぐらいでした。
火鍋と思って適当に調べて適当に入ったらタイ系の火鍋でした。まあいっか、しょうがない。なんか日本食食ってるようなもんだけど、まあ美味しそうだったんで、よくいいとしましょう。軽く食べるつもりだ。なんかすごい来ちゃった。1200円ぐらいで、これで食べれたらやばいよね。これがトムヤムクンのスープで、これにバシバシ入れて食べてくスタイルみたいです。台湾に来てもね、トムヤムクンを食べると思わなかった。とりあえず店員にはね、しゃぶしゃぶスタイルだよって言われたんで、肉も野菜もしゃぶしゃぶスタイルでどんどん入れていきたいと思います。うまい。辛いけどうまいっす。勝手にもドリンクバーとかついてくる形式で、ご飯とかも食べ放題みたいです。まあ今日の夜も夜市ナイトマーケットでご飯を食べようと思ってるんで、台湾っぽくないものを食べれてちょっと満足かもしれないです。というわけで、サクッとご飯を、サクッとじゃないな、クッキーをご飯を食べてました。火鍋と見せかけて火鍋じゃないという騙された感もありましたが、ここからね、街を回ってみたいと思います。結構うろちょろしてるんですけど、人が多いです。